ナポレオンはフランスの会社 SNCM が運航していたフェリー。SNCM の同盟の船としては2代目である。1976年に就航し、2001年に引退した。この船は2002年にコマリット社によって購入され、ベルカンに改名された。所有者の破産後、2012年にサービスを終了し、スペインで放棄され、2015年に解体された。 ナポレオンは1975年に南東のディビジョン造船所に建設された。これはフランスとコルシカ島の間のリンクを改善するためにフランス政府によって資金提供された。1976年に新しい国営企業 SNCM で就航。1996年にそれは新しいナポレオン・ボナッパルトに置き換えられフランス、アルジェリア、 チュニジアの間の国際的なリンクに移された。2001年に引退した2002年にモロッコのコマリット会社に売却され、ベルカンと改名。モロッコとスペインの間でサービスが開始。2012年にコマリット社が破産した後、スペインでは3年間放棄された。2015年、トルコのアリアが造船所に敬遠され、解体された。 1977年9月10日の朝、アジャクシオからマルセイユに到着した時、ナポレオンはアルジェリアの貨物船、テネスによってスターボード側で撃たれた。ダメージを抑えるために、船長は船を左に向け、2つの船体が互いに擦れるようにしたため、怪我人は出なかった。ありがとうございます。